おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。現在のフィリピン沖でゆっくりと移動している台風ですが、フィリピンにおられる方は大変気になるところだと思います。日本では非常に強い台風5号と薬と言われています。日本の気象庁の予想進路を報告します。日本の気象庁によると、大型で非常に強い台風5号と薬は7月24日午後9時現在、フィリピンの東を1時間に15キロの速さで北北西に進んでいる。気象庁の予想進路、勢力予報に加え、米軍合同台風警報センター JTWC の見方も参考に調べた。気象庁の予想進路、24日午後9時時点で、台風5号の中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速45メートル、最大瞬間風速は65メートル、中心から全域165キロ以内は風速25メートル以上の暴風域、南側560キロ、北側500キロは風速15メートル以上の強い風が吹いている。台風5号は24時間後の25日午後9時点では、勢力を強めながらフィリピンの東を1時間に15キロの速さで北西に進む見通し。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートル。26日午後9時時点では、台湾とフィリピンの間のバシー海峡を1時間20キロの速さで北西に進む見込み。中心気圧935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速50メートル、最大瞬間風速は70メートルと予想される。その後、27日午後9時時点では、中心気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、暴風警戒域は中心から全域320キロの予報。28日午後9時時点には中国の河南まで進むとみられる。中心気圧は990ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速25メートルの見込み。予報円の半径は230キロの予報となっている。29日午後9時には渦中で熱帯低気圧に変わるとみられる。24日午後3時時点の予想で、5日先までの期間に沖縄県の与那国島地方が暴風域に入る可能性があるが、当初の予想より可能性は低くなった。先島諸島では25日から次第にしけ、26日から大しけとなる見込みで、沖縄気象台はうねりを伴う高波に警戒を呼びかけている。以上となります。今後予想図のように台風の進路が進めば大きな被害は出ないと思いますが、進路が変わりフィリピンへ直撃すれば大きな被害が予想されます。フィリピンへおられる方は今後の台風の進路状況に十分注意をしてください。今日もニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。